住吉大友神社は、京都府京都市右京区両安寺にある神社。社格は、旧村社。絹笠山などに続く、住吉山の山麓、京都市道183号の南側にある。南西150メートルには、仁那寺が、北東150メートルには、両安寺がある。右京区両安寺や右京区谷口などのうぶすながみである。出典。 京都古社寺辞典総建年は不明だが、平安慶遷都に際して、大友氏が山和国から慶の都に移った際、その氏じ、俗日本語記の天朝十一年の上には、友野氏神社の創始に関する記述があるが、現在の住吉大友神社とも、北の天満宮境内にある友内氏屋城とも、言われている。公認十四年に、淳奈天皇が即位すると、 純な天皇の意味名が大友だったことから、大友氏は、友の氏に改称し、この神社も友なえ氏神社と改称された。演技5年にまとめられた、演技式神明朝にも、山城国くの九条林屋教の孔に、友の氏神社の名が記録されている。上岸六年の大天門の変で、友の義雄が失脚し、大友氏の衰退を機に、神社の祭礼も廃絶された。 大友氏の没落後、山城国屈の九条林市教の当地は、左大臣、藤原三江氏などを輩出した特大寺家の領地となった。平安時代末期には、特大寺家によって住吉神が祀られ、住吉神社と改称された。中世までの資料では、近世の山城氏などの資料は、この住吉神社を、かつての友の市神社に否定している。昭和期に入って、再び、 大友祖神を祀るべきという意見が強まったため、1942年には、天のおし日の命と道の海命が合祀され、現行の住吉大友神社と改称した。現在の本殿は、昭和初期に建てられたものであり、間口一軒、奥行き一軒半の縮小型住吉作りで、日本唯一の建築である。1978年には、かやぶきの本殿屋根が、道ぶきに改められた。 住吉造りによる本殿は、住吉大社、住吉神社に見られるのみである。王子より十前次恩原社、時の旧社、正松尾明神社が放載されていたが、現在は正松尾神社のみが残り、他の末社は正松尾神社に合資されている。大友や鴨地ちが読んだ、海床は三つく、カバネ山床は草むす、カバネ大君のへにこそしなめかえりみは世子のかひが、 経内外苑に保存されている。この歌は万葉週刊18にあり、海いかばとして国民化に選定されている。ありがとうございます。